厳しい暑さが続いていますが、この暑さ、私たちの食卓に嬉しい影響もあるんです。今夏の味覚白イカが豊漁で、価格が安くなっているそうなんです。米子市にある大正4年創業の池吉水産、境港の市場から買い付けてきた新鮮な魚が並びます。中でも目を引くのが肉厚で大きな白イカです。やっぱり今年なんか本当白イカがよく取れてると思います。夏の真っ盛りの時期からずっと多くて、今もまだ豊漁な状態が続いてます。さらに岩垣例年大体お盆前とか下手すればお盆明けぐらいまでだったんですけど、それがね今年はまだ岩垣もずっと続いてますね。では気になる白イカの価格、この店では例年100グラム当たり450円から500円ですが、今は350円です。お得に食べられる白イカ、池吉さんにさばき方を教えてもらいました。まずは軟骨に沿って包丁を入れ内臓を出します。ここでポイント、皮を剥がしやすくするため下の部分を切り落とします。耳とこの間にこう指が入るんで、こんな感じですね。はい、すると気持ちいい、ふん、きれいにできました。刺身にする場合は隠し包丁を細かく入れてから細切りにすると食感が良くなります。ゴリッとしてるんですけど、こう噛むとトロンと溶け出してくるようで、こうねっとりとしたこの白イカの食感がたまりませんね。さらに白イカの漬け丼もおすすめ。醤油とみりんを1対1の割合にしたタレに白イカを入れ、およそ1時間漬けるだけ。こう漬けにすることでイカの甘みがより引き立ちますし、真似してくださいこれこれすっごく美味しい、絶品です。豊漁が続く白イカ、新鮮なものをお家でさばいて味わってみてはいかがでしょうか。